おはよう。おはよう、こんにちは。じゃあ、何時ぐらい出発？今日？うん。お昼食べてからだね。いきなりパパの頭ちょっと臭くなった。あ、そうでしょ。昨日入ってないもんね。風呂やっぱりつけなきゃダメだね、これ。嫌だよ。なんで？嫌いだから。お風呂が？お風呂は好きだけど、キャンピングカーの風呂に入りたくない。シャワーなんだもん。あれ好き、ポトは好きだよね、あのストイックなシャワーシステムね。嫌い。嫌いだよね。だから入んなくていい。こっちゃん、掃除お願いしていい？朝。もちろん。すいません。ちょっと俺作っちゃうから。うん、美味しそう。こっちはまだ。根菜？そう、根菜スープ作った。豆乳混ぜます。じゃあポトちゃん、上手にこれをみんなに塗ってくれる。こっちもかけちゃいます。うまくいってる？近い近い。ということで、今日は先日伺ったカーカスファームの、ジャムですね。これでいただきます。これめっちゃ美味しいです。これがこの前アイスでいただいたんですよね、一回ね。ねー、すごい美味しかった。甘すぎないんですね。ね、甘さ控えめで。ほんといちごの味が。はい。じゃあコトさん、はい、どうぞ。せーの。いただきまーす。うまね。このパンもまたすごい美味しいんだよね。朝の道の駅したら、ぜひこのコラボレーションやってほしいです。バンドミって書いてあった。すごい美味しいよ、うん。めっちゃ美味しいこれ。なんか川勝さんからさつまいももらって、うんうんうん、でさ、うん、塩しか入れてないのこれ。なんかね、シチューの味するよ、ね。めっちゃ美味しい。ね、さつまいもが溶けてんじゃん。うん、そうそう。幸せだね。美味しい。出発します。皆様こんにちは、ビビリのカズケク、キャンピングカー生活の小峰です。今回の旅はこの熊本県阿蘇から始まります。向かうはここから約1時間程度の場所にある産山村という美しき山村を目指します。産山村、我が家がなぜそこを目指すのか、それにはある一つの出会いがありました。我が家、旅の途中に移住を一度果たした宝島というトカラ列島最南端の島があります。その島で僕はあるものを見ました。こちら、ロケットストーブというものなんですけども、キャンプなどされる方はご存知だと思います。煙突効果を利用して燃焼効率を高めるという非常にシンプルな構造のものなんですが、これに関しては機能性、そしてデザイン、そして軽さ、全てに関して僕は一目惚れしてしまったわけです。購入先を聞くと、島の方から驚きの言葉を聞きました。僕らが宝島を訪れる少し前に、この島を去っていたのがレイ君という人物。家族でこの宝島に7年間住んでいたそうな。島民の皆さんから未だに感謝されるレイ君の功績は素晴らしいものでした。無肥料、無農薬で作る宝島のバナナは安全と美味しさを兼ね備えた反面、見栄え的な問題が常につきまとい、それを良しとしない消費者の方々もいました。そこへの打開策は見つからず、頭を悩ませる島民。しかし諦めなかったレイ君はある一つの方法を編み出します。それがこの特殊な素材でバナナを包み込むという栽培方法。雨を通さず通気性を保てるこの素材の登場により、最も安全で美しい宝島のバナナは最高峰のブランディングに成功するわけです。いつか彼らに会いたいなと強く思っていたある日、この国道57号線の路上で後ろから肩を叩かれるわけです。振り返った先に立っていたその人物こそレイ君でした。 YouTube を通して僕らを知っていてくれていた彼は、たまたま通った道でたまたま僕らを見かけて車を置いて追いかけてきてくれたわけです。旅の縁に恵まれた瞬間でした。はい、産山の標識出ました。ここから産山に入ってきます。
今チェーン必要って書いてるけど、一応今は大丈夫っていうことで確認してます。役場にも確認してるんで、このまま進みます。実は九州侮る中で山間部凍結積雪かなりあります。ノーマルタイヤの車が立ち往生なんてこともしばしばあるそうです。そんな時役立つのがこちら、シャープ80ウィッチウィッチ。スタッドレス履いてない状態なんですよね。ノーマルタイヤで、はい、安全に行きたいということで、どの道から行けばいいかなと思ってたんですよね。お手紙ありがとうございます、はい、このサービス自分の現在地の一番近いセンターにつながるので非常にありがたいサービス、おすすめです。この道か、ちょっと怖いですけどね。行きます。ね、上だと思ってたね。違った。この道めっちゃ怖いね。そうだね、ちょっと怖い、ね、大丈夫大丈夫大丈夫。もうスタイルすごいね。着いた。もうちょっとなんじゃないだと思うんだよな。あれ来てくれたね。来たよ。あ、かわいい。たどり着いたのは美しき山村に佇む大きな古民家。実はレイ君一家、去年の3月にこの家を購入し家族6人で生活中。しかしこの家にたどり着くまで想像を絶する過酷な日々がありました。あ、レイ君とさ、あやかちゃんはその小屋を建てたって言ってたじゃん、うん、え、島を出てから小屋に住んでたっていうね。あ、そうそうそう、小屋をね、建てたんじゃなくて、弟が建てた一人暮らし用の弟大工さんだから。めっちゃ三角ハウスって言って、あれ何畳ぐらいか、あれ8畳ある、一応梅雨でもう雨ザーザーで、壁伝いに水がザーってこうすごい雨だったから、そこでやって妊婦やんで、その時に生まれて。トイレは深い穴を、これぐらいの穴を結構深いんだ、あれで掘る、もう人が入るぐらい。そこに板2枚乗せて、壁と屋根は、で、調理とかするのはもう全部外の屋根の下。外の屋根の下で。もうこんな霧みたいな。いや、あやかちゃんすごいよね。すごい。マジですごいから。てか、まあ、そもそもできないからさ。なんであんな頑張ったかも謎だよ。なんで頑張ったか謎なんだけど、そこしかもう本当住む場所なくて、コロナ始まって、もうコロナが何なのかまだわからない。結構だから最近だよね、言うてもね。2019年、得体の知れない恐怖は世界を混乱の渦に巻き込みました。日本でも感染が確認され、時間の問題だと察した彼らは、すぐさまこの小屋への引っ越しを決断。当時、何かもわからない脅威から子どもたちを守るためには、この方法が最善だと考えたと彼らは語ります。大根もまあまあちゃんとなって、あとあれ、さつまいも、もういっぱい取れた。でもレイ君あれだもんね、バナナ畑とかも作ってきたあれがあるからね、知識もあるしね。ちょっとだけ、そうだよね、かじってる程度だけど。この子たちは勝手に卵を産むの？勝手に産みます。で、勝手に繁殖してくってこと？こう人間が取らずに、うん、置いとけば、温めて。ニワトリたちは半永久的に産み続けるのかな？いや、やっぱ年取ると減ってきて、最後はもう産まなくなって、さばいて食べます。ソーラーパネル？めっちゃいっぱいある。一枚200？250ですね。うわ、でかいね。250が10枚。で、もう一個これが150のやつが6枚かな。だいぶあるっすね。そうだ、2系統作って。なるほど。で、バッテリーもあるんですか？これ、大変だ、結構。ここにあるこの山あるじゃん、はいはい、これで何日間分ぐらいの燃料ですか？2週間分は2週間分。おお、結構じゃあ燃えるんだ。この燃料に関してはそんなお金がかからないですか？薪に関しては買うことはないです。あ、そうですか、はい、これも近所の納屋を解体したのが。ああ、そういうことね。電気とか全部今止まったとしても生きていけるよね。電気はなんとかなります。なるよね、はい。エネルギーもこれでなんとかなるわけだよね。ですね。で、水は山から湧いてる、山から湧いてるわけだもんね。うん。
で、梅雨が始まって、私がもう無理ってなったんだよ。もう半生まれてたな。そう生まれてて、私もう無理、この生活できないってなって、うん、で、空き家探したんだけど、うちの親父が、じゃあその隣にある親父が作った家、で、まだ作り途中で2階に上がる階段とかもないけど、あとはもう使っていいよみたいな、壁も穴開いてるみたいな状態、ただでも広い、でもスタッフさんが作ってるでしょ。そうしっかりしてるね。しっかりしてる、割とだよね、うん。お父さんってずっと開拓者の人でしょ。だってまあ一箇所にはとどまらないですね。そうだよね。はい、なんかさ、言い方が適切かわかんないけどさ、はい、すごい有名な人だよね。あ、有名、うん、有名さんは人なのかな。いや、そう思う。だって知ってるもんね。憧れてる人もいっぱいいるし、はい、はい、ですね。結構キャンプとかにはしょっちゅう連れてってもらってましたね。やっぱそういうノウハウも全部教えてましたもん、ちっちゃい頃から。なんかこれが人生の糧になるんだぞみたいな教え方はされてないですけど、それが必要なものだと思って意識して教えてたのかな。なるほど、はい。それが今生きてるもんね、がっちりね。ですね。うん、尊敬できるとこいっぱいありますけど、うん、もうここに越すタイミングで、うん、ほぼ縁切ったぐらいで大喧嘩してもうやってて、そっからそうなんだ、うん、もうちっちゃい時からもう教育の仕方からまず問題で恨みじゃないけど、もう本当に自信やら何やらを全部奪われたから、まあもうずっと俺のそばに。私たちここに来てようやく家の中にトイレとお風呂があるっていう生活になったから、けどそれがなかったら多分全然今の生活に幸せとかそういうのを何も感じれなかった。多分それ経験してなかったら多分一生追い求めてたんだろうと思う。捕まえられるんだね。かわいい。あ、でもなんかちょっと怖い。あ、これだ。こういうことになっちゃうな。結構ね、うちらもゴミ見つけたらすぐ拾うようにしてるけど、ちょっと紐は引っかかっちゃった。でも学ぶこと多いでしょ、子供たちは。大丈夫、大丈夫。全然知らない世界ではなく、ね、はい、頑張った、ね、頑張った。お父さんだね。お父さんだね。なんか強くなんなきゃって思うわ。震えて、感受性豊かすぎだよ。帰った？家に帰ってた？帰ってた。まあでもお金も稼がないとだけど、うんうん、合間っていうか、その家の、ね、ことを自分でやれるぐらいの時間は作れながらのバランスができたらいいなって思います。うんうん、今状況的には理想的です。なるほど。いや、なんかめっちゃ幸せそうだもんね。そうですか。見てて最高に、なんかいいなと思って。こういうところに囲まれてると健康でいられるわけなんだよね、これ。楽しんどいでー、気をつけてね。ありがとう。ありがとうございます。また遊びに来ます。ぜひ。最高だった、楽しかった。よし、じゃあ参りましょう。熊本の山村で生きる彼らの価値観、何か生きるための重要なヒントが隠されているような気がしました。あの日、あの瞬間、国道57号線を歩いていて本当に良かったと思える出会いでした。ありがとう、レイ君、また行くぜ。実は我が家、レイ君宅に滞在中、ある男の元を訪ねました。レイの6人兄弟の弟、ラック。
実は彼もこの熊本産山村古民家で暮らす家族の大黒柱の一人。しかし驚くなかれ彼らの家なんと実質0円。8年間空き家だったその家は廃墟寸前でした。とても人が住めるような状況じゃなかった家になんと彼らテントを持ち込み、ここに住み込みでリフォーム計画を進行。ここにもいらっしゃいましたド変態な夫婦。実は私ラックの YouTube が大好きで見させていただいてるんですけども、本当にトライアンドエラー感動します。何よりも彼の精神力ですね、素晴らしい。しかも実は彼のリフォームはほとんどが廃材と廃棄物で行っていくんですね。これめちゃくちゃすごいと思います。ラック君のやっぱスタイルはもう廃材で全部やってるっていうね、もらい物とかで。しかもすごいあったかいですね。あったかい部屋にだけはしたいな。ねえ、ぬくもりもすごいね。やってると楽しいですけどね。ですよね。電動かい、ここで電動来る。彼の YouTube 概要欄に貼っておきます。ぜひ元気になれた時拝見してみてください。そして産山といえばこの男、親方。現在林業で生計を立てるレイ君、つまり親方は彼の師匠にあたる。優しい人はあの信頼関係っていうやつが生まれるんよな。自分中心でやっていく人はやっぱり無理ができる。非常に熱く人間味のある親方大好きです。そんな親方情報がこちら。親方おすすめの産山水魚園にヤマメですよね、うん、ちょっと食べに行ってみようかなと思います。はい、ということで到着です。親方とレイ君おすすめの産山水魚園、結構山道でしたけども、あ、養殖かな。素晴らしい。じゃあお邪魔しまーす。お邪魔します。どうぞ。え、いいね、最高。これあのマスのお刺身です。マス、はい、美味しそう。これ全部自家製ですよね、漬物ね。あ、そうです、自家製の漬物です。ちょっとたくあん来た。いい。はい、ありがとうございます。ご飯おかわりできるんですか？あ、できますよ。やったー。はい、こっち。ヤマメですよね。はい、ヤマメの塩焼きです。わー、美味しそうな。一応これで全部になるんですけど、すこちらのタレにつけてちょっと食べられてください。タレにつけて食べる、フライですね。そうです。骨もいけるんですか？これ頭から尻尾まで全部丸ごといけるので、おいしい。おいしい。これは本当に美味しい。ここじゃないと食べれないんじゃない、これ、うん、はい、産山水魚園ローカルフードヤマメ定食、なんと1500円。これめっちゃ美味しかったです。ただしお店までの道中は若干険しいです。行かれる方は十分お気をつけて行かれてください。小土産です。めっちゃ可愛い。めちゃめちゃ。